東洋ハルキング整骨院院長の石丸です。お願いします。本日は、不妊症の改善法、食生活編についてお話したいと思います。食事というのはですね、ものすごく重要で、体は 100% 食事から できてますし、他の章でもね言いましたが、食べ物からもちろんね、生命も生命力も培ってますし、その培った生命を元にですね赤ちゃんを作るわけですよね。いかに食生活が重要かということなんですね。それでですね、ここではポイントとして、西洋食カタカナの食事は控えるね、西洋食カタカナの食事は控える。日本人はですね、戦後以降ですね、欧米の西洋食を取るようになってきたわけなんですよね。それまではですね、ちょっとここでは書いてませんが、縄文時代ぐらいからずっとですね、その基本的には西洋食っていうのは食べてないわけなんですよね。どんぐりを拾って食べたりですね、玄米食べたりね、あとは魚を釣って食べたりとか、そういった日本的なね、伝統食をずっと取ってきたんですが、戦後ですね、食の欧米化が進んで、不妊症だけじゃなくてですね、さまざまな生活習慣病も問題視されているわけですよね。それでですね、西洋食なんですが、その数限りないんですが、スパゲティとかね、シチュー、ハンバーグ、ポテトフライ、ポテトサラダとかね、そういったカタカナのね、カタカナの食事っていうのは西洋食になりますので、控えた方がいいと思いますね、東洋医学の観点からすると。それでですね、主に取っていただきたいのは、玄米とかね、納豆、海藻、ね、魚、これもできれば小魚とかね、丸ごと食せる方がいいわけですが、魚とかね、あとは蒸した野菜とかね、野菜は体冷やしてしまいますので、蒸し野菜にすることで体も温めてくれますので、こういったですね、日本伝統的な食事を連想できるようなね、そういったものを基本的には取っていただきたいですね。なぜなら、縄文時代から培った日本人にはDNA もありますし、その西洋的な、ね、食事を取る体じゃありませんのでね、こういったことをメインにして、80% ぐらいこういうのを食べて、残りの20% ぐらいに、ね、していただきたいですね。先ほども言いましたが、食事というのは体を作る大元なので、スパゲティばっかり食べてるとスパゲティばっかり食べたら体になりますし、玄米を、メインとして食べられたら玄米でできた体になるわけなんですよね。そうすると生命力もつきますし、元気な赤ちゃんができると思います。以上です。